こんばんは、サンサロです。サンサロで す, です、美しいギターとハーモニーを聴いてください。2人の恋のお話に。ボーカルの松井くん、松井さんがね、ちょっと顔色悪いな思ってたら、なんか昨日まで入院してたやろ。いや、今も入院中です。あ、今も入院中今日は外出届を。嘘、外出届ボータンか、ほんまか。俺は歌うんじゃもう先生が止めるのも、そうそう、歌うんじゃんやってきたかと、ね、今日はね、頑張らないとと思って。あ、そっかそっか、ね、うん、そうやね、大事だね、はい、うん、戦いもまた、戦いもまたもうならちょっともう、松井くん、そんなあんま喋らんとね、はい、ゆっくり、ゆっくり、ね、しとってください。ちょっとゆっくりしてください、ね、はい、ということで、はい、このじゃあ今日はお二人でね、ちょっとよろしくお願いいたしますね。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、松井くんあれやねんけどね、松井くん、まあまあね、今日体の気をつけて。はい、だから楽屋もね、だからね、はい、あの別に、うん、松井くんちょっとゆっくりできるような、はい、楽屋のちょっと寝れるような楽屋を用意したんですよ。あ、ちょっと横になれるような、ね、はい、まあ、今日はゆっくりして、ちょっとね、あの今日は2人に、今日はそうですね、スポットライターみたいな、はい、いろいろお話なんか聞いていきたいですね、はい、ということでこのお二人なんですけどもね、はいはい、そうやけど松井くん、もうええがな気抜かれんがな、ほんまも気抜かれんがな、そんなのそうやね、ごめんなさいね、ごめんなさいね、はい。